この間やっとガラケーからスマートフォンに買いにお店に行ったんだけど、今回当たった店員がすれたい。ひどかったわ。ガラケーからスマホに変えた時に料金がだいたいどれくらい変わるか知りたかったので尋ねたところ、タブレットの話しかしない。いや、料金がどれくらい変わるか知りたいんですが、と言っても、タブレット便利ですよ。いや、タブレットはいらないです。と伝えても二言目にはタブレット。無視して、どのスマホがおすすめとかありますかね、と聞いてもタブレット。口を開けばタブレット。タブレット売りたいのはわかるけどさ。こっちはスマホ買いに来てるし、タブレット買うつもりはないと何度も伝えているのに。タブレットタブレットタブレット。お前はそれしか喋れんのかい。と突っ込みたくなるくらいのタブレットの嵐。もう完全に無視して、さっさと手頃なスマホに決めて契約したところ。ガラケーから、スマホに電話帳を移すと便利ですよ、と店員が言うので、どうやって移すのですか?と聞くと、あちらの機械でできます。どうぞご自分でお試しください。機械の前に行っていろいろ操作するが、なかなかできずに悪戦苦闘。そもそも、移す前に、スマホでメールの設定をして、からでないとできないらしく、店員にどう操作すればいいですか?と聞くも、まずはご自分でお試しください。わからないことがあったらお申し付けください。しか言わない。いや、わからないから今聞いてるんですけど。自分は、やや古い型のスマホを買ったんだけど、設定のやり方の説明書?みたいなしには、最新のスマホの分しか載っておらず、もともと、機械にあまり強くないので、ちんぷんかんぷん。ちなみに、田舎のショッピングセンターに入っている店だったので店内ガラガラ。他のお客さんもほとんどいなかった。なんとかスマホも設定して、機械を操作して、データが移るのを待っていると、他の店員とおしゃべりしていた店員が、いそいそと近づいてきて、できましたか?とニコニコ。なんかもうね、ガラケー時代に通ってた頃は、親切で気のいい店員のおばちゃんとかいたのに、今回当たった若い店員はタブレットおしゃべりマンだったし、多分、あそこのお店にはもう行かないわ。